スキンヘッドカメラのバンバチカです。はい、こちらはですね、バンエキューバのメインベースを吉本芸人のスキンヘッドカメラが予想していきます。じゃじゃーん。おー、何ですか。さあ、これね、ご存知ポムレなんでございますけども、このボリューム24に、はい、僕のコラムが載っております。おめでとうございます。いやー、ちょっとね、あなたの先行勝ち抜き、ねえー、あなたのが乗ったってことですか。あーちょっと、あーちょっと違う、これ以上は見せれません。ちょっと見られないだよ、結局、今の段階ではってことですか。違いますけども、ぜひもらってみてほしいんですけどね、はいはいはい、これ1回前回書かせていただいて、シモも2回書いたでしょ。2回書きました。僕の2回目ですからこれ、1回目が大好評でね。あら、そうですか。もうそのこのコラムだけで本にしてくれって声がねちょっと量足りないじゃないですか。この VTRで今回それを上回ってるんじゃないかという声があるとかないとかでございますので、何それ。このエッセイもサルコンながらね、まあでも多分面白いと思います。新人ジョッキーの特集とかね。そうそうそう、もちろんね、岡本さんのコラムだけじゃなく、もう番映のね、魅力がいっぱい詰まってますから。さだまさちゃんのインタビューも、ちゃんって言わないで、さだまささんですから、師匠でございます。ぜひぜひいろいろ載ってますんで、今回もぜひ番映に詳しくなれちゃいますから、フリーペーパーでございますから、ぜひぜひ読んでください。さあ、今回予想するのはですね、3月5日のメインレース、スピードスターショーでございます。こちら僕の本命は4番の桜姫でございます。ずっと1着で来てて前走5着ということで残念でしたけども、範囲は明らかでトップハンデでね、ちょっと800キロ台はね、ちょっと重すぎたかなっていうことだけですので、ここに戻ってね、またね、この軽量になってくると力発揮してくれるんじゃないかなと思います。そして対抗が1番のブラックサファイアです。はい、実績が素晴らしいですし、前走の勝ち方もいいですし、5走前はね、同じような条件のレースをね、しっかりと2着に来てますんで、適性持ってると思います。はい。はい、でこちら馬連ワイド14で、3連複は14から6789です。各500円と各200円で計1800円で勝負したいと思います。1点目、はい、はい、僕は3番のキングフェスタにしました。はい、同世代ではね、実力上位ですし、はい、このやっぱスピードスター賞、すごいスピードのレースじゃないですか、はい、そういう経験もあんまないですけども、ここでもぶっちぎってくれるんじゃないかと期待しまして、単勝3番500円にしました。これ本当ね、いつものまた番映とは違ったね、レース展開が見れますからね、非常に楽しみでございます。皆さんも、ぜひぜひ見てみてください。また次週お会いしましょう。さよなら。